大量の小判ザメに貼り付かれたジンベイザメさんの話。現在地球上に生息している魚類の中で最大の生物、ジンベイザメ。最大で 18.8 メートルに達する、とんでもねえ生き物ですが、性格は案外、温厚で。ワンコとキスするところを、フライデーされたこともあるお茶目さん。そんなジンベイザメですが、ある時、ありえない数の小判ザメに貼り付かれた動画が拡散されました。なぜ、小判ザメがジンベイザメに貼り付くのかというと、ジンベイザメの大量に寄生する、貝足類を食べたり、外敵から身を守ってもらったり、自分では泳がず、楽に移動するためと言われています。ジンベイザメの上では、道や餌を巡り合い、繰り広げられるバトルロワイヤル。この貝足類はジンベイザメに仮身を引き起こしますが、小判ザメは、皮膚の平らな、食べやすいところしか食べやがらねえ。絶妙にかゆいところに手が届かねえ、ニートたちのせいで、シャアなしで現地のダイバーに取ってもらう始末。貝足類よりも、もはや小判ザメたちのせいで、かゆくなってるんじゃないかと思った方は、グッドボタン。